こんばんは。めっちゃ目が痛いんよ。めっちゃ目が痛くって、最近コンタクトつけてたらめっちゃ目が、めっちゃ目が痛いんですよね。リア君ハートありがとう。ゼッケン取っちゃった。原因不明、原因不明だけどずっと痛いんですよ目が。なんなんかね、痒い、痒くなるんですよねコンタクトつけてたら。でコンタクトにでゴミがついとんかなコンタクトにと思ってコンタクト取るんだけど、ゴミらしきゴミもなんか大きいのついてないんですよ。でもコンタクト取コンタクトつけてる時はめっちゃ痛いというか痒いんだけど、コンタクト外したら今とかはめっちゃ元気目が全然痒くないし痛くないんですよね。くまねパパさん金色のマイクありがとう。こんばんは。そう、痒み落ち着くんよ今。落ち着いてる、めっちゃ。さっきまでめっちゃ痒くって、ドライアイ気味なんかな。ここ最近ずっとステージの時とかもレッスンの時もずっと痒いんよね。ドライアイなんかね。あ、目でも痒くてこすっちゃうの。でもこすると余計痒くなるし痛くなるけん、こすやめこすやめと思うんだけど痒くてこすっちゃう。こんばんは。それも良くないよね多分ね。嬉しい女神。感想かな、炎症起こしとんかね。じゃけちょっと新しいコンタクトにしようと思って、まだ2週間経ってないんですけど、ワンデーにしてみる。明日ワンデーのコンタクト。ドライアイかな。お医者さん行ってみようかな。医者さん行ってみようかな。で目薬は刺してすぐはスーってなって気持ちいいけど、またすぐ痒くなるんですよね目薬刺したら。優しいマネージャーさん、この前目薬持ってなくてマネージャーさんにレッスンの時に「目薬ありますか?」って言ったら、その時持ってなかったんですマネージャーさんが。でダンスの先生が持ってたからダンスの先生に借りたんだけど、この前のカラーズの時も同じマネージャーさんで、目が痒くなっちゃったから「すいません、目薬ありますかね、借りてもいいですかね?」って言ったら、今日は持ってきてるよって言って出してくれた。今日は持ってきてるよって、ちゃんと用意してるよって言って、救急バッグみたいな中から出してくれました。優しい優しい、本当にありがとうございます。ててゆずきちさん、バラありがとう。ディオさん、ココナッツありがとう。眼科行ってみよう。お疲れ。本当メガネ似合ってる最近あんまかけてなかったけんちょっと照れる。そう、優しい女性の方だよ、女性のマネージャーさん。ゆずきちさん、風呂敷ありがとう。カラーズの控室バスでしょ。あ、バスだった。そう、昨日バスに向かってめっちゃジャンプしたりアピールしてたのにいや見てないよ全然気づかんかった、ごめん全然気づかんかったよ。でもカーテンもちょっとしてた、うん、こういうやつ。ディオさん似合う、ありがとう。こんばんは。そう、バスでしたね。あの控え室がねテントだったので、当日はサンキちゃんもいて、人数も多くてやっぱり長時間外は暑いので、ってことでね、バス外出バス用意してくださって、メガネの大人っぽく見え、あ本当に、わーい
そう、ソラハさんと今日ねデートしたんです。なんか昨日カラーズの時にマネージャーさん自体に本当に昨日連絡をもらって、空いてますかって言って、遊びに行かないっていう連絡をもらって、行きますってすぐ返しました。見てすぐ返した。そう、急遽決まって、で前から遊びに行きたいねって話をしてたんですよ。でキャンドル作りに行こうね次はって言ってて、で行きましょうって約束はねずっとしてたんですけど、なかなか日にちまで決められなくって、そうなんですよ、19歳ラストのソラハさんとおデート。キャンドル見る？ちょっと持ってくるね。じゃーん、かわいいイラスト。よいしょ。こんばんは。ラブラブした。いっぱいいろんなもの食べて、お昼に集合したんですよ。お昼から一緒に集まって、お昼ご飯を一緒に食べて、そう、鮮度ってところ、なんかもともとね、これこのお店別の場所に店舗があって、そこで最近袋町に移転というか新しくオープンしたっぽいんですよね。じゃーん。どんなデザインにしたでしょうか。じゃん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 。折り鶴タワー、混んでた、折り鶴タワーの周り混んでた。今日人が多かったです。やっぱり8月6日なのもあってね、海外の方とか修学旅行生の方も多かったですね。美味しかった、初めて食べたんですよ。握手って、え、待って、下でこことここにキャンドルのイラスト描いてくれたんで、そうで、私はキャンドルのイラストが上で、そらはさんは下っていうので覚えてて、荷物持ってたんですけど、え、袋ごと間違えたんかな。いや、なんとも甘すぎる。嘘。え、釣り子ったんかね。確かにまた会えるか。え、生誕祭の時持ってこう。ソラさん入れ違えてました。え、そんなことある。え、ソラちゃんさっき何も、え、本当に、え、嘘。え、ソラさんまだ開いてないんかもしれん。じゃあ本当に、いや絶対にソラさん。絶対にソラさんです。もうソラさん、え、待って、私のかな、嘘ないよね。いや、ソラさんの、
入れるときに間違えたんかな。自分のを紹介してたよ。え、開けてですか。え、ソラさんの火つけてみようやね。火つけんから。え、見てない可能性あるかもしれん、もしかしたら。え、ソラハさんですよ。横でも見てたもん、ずっとソラハさんが作ってるところをじーっと。え、びっくり、びっくらぽん。ちょっとちょっと綺麗に入れとこう。どっちがどっちがどれかな。こっちか。あ、赤と緑のジェル。え、そうそうそう。え、しんいちさん、緑、緑じゃない、間違えた。同様。だるまさんありがとう。え、そらさん開けてました。ただ連絡で取れんのよね、そらさんと連絡交換が。え、そらさん開けてたの、開けて説明してた。え、私の違うよ、ソラさんのだよこれ。だってえ、そう、ここに緑と赤ペンライトカラーで作られてたんです。めっちゃ勝手に紹介してるわ、ソラさんのキャンドルを。え、ちょっと待って、七不思議。え、七不思議。こんばんは。え、そう、私は私はね、緑を多めにして、黄色の花とか、黄色の花とか入れたんですよ。そうそうそう、ソラハさん赤と緑を入れてて、ペンライトカラーって言って、あの差し色っぽく赤と緑のお花を入れてて、私は緑多めの黄色とかを入れてました。え、でもこれは絶対にソラハさんの、絶対ソラハさんの、え、絶対にソラハさんのだよ。ちょっと待って、え、めっちゃ、こんなに持ってていいのかな、ソラハさんの。え、違うよ。え、いつ入れ替わ、え、いつから私はソラハさんの持っとったんじゃろ。でも多分初めからだよね。間違えたんかな、店員さんがソラハさんの方のキャンドルを私だと思って渡してくれたんかな。これがソラハさんが作ったやつ。そう、なんかあのベージュとか白っぽい色がソラハさん好きなので、単色で、単色カラーにするって言って、単色でこうやってやってたの、単色カラーで。で、このペンライトカラーの緑と赤も入れるって言って入れてたソラハさん。ね、綺麗だよね、すごい綺麗。こんな感じのキャンドル、私がソラハさんも紹介しちゃった。え、びっくり、びっくり、仰天すぎる、びっくりした。今そう、ソラハさんのなんですよ。ソラハさんが作ってたもの、これ。え、めっちゃ、待って、めっちゃ破っ、あ、でもそんなに丁寧に破いてるわ、まだ。え、生誕祭の時渡そう、ソラハさんに。
しました。そんなことある？そんなことなかなかないよね。大変さんが間違えてたのかな、袋入れるときにね。え、ありそう。でもその説めちゃめちゃ濃厚。え、ソラさん入れ替わってるの気づいてなさそう、まだ。うん、確かに。え、ちょっと連絡取れないのがね、取りたいですねって話になった。今日もソラさんと連絡取りたいですね、連絡先交換したいですねって言って、ねえ。あ、さっき壊したやつもね。え、ありがとうございました。びっくりした。うん、ありがとうございました。今日まさかめちゃめちゃ可愛かったってソラさんとも話したしました。あの後めちゃめちゃ可愛かったって。ね、交換、いや交換はしてない。交換してない。そう、そのままお互いの。ソラさんが作ったやつ。こんばんは。え、ちょっとでもどうしよう、マネージャーさん伝いに言ってみようかな。連絡してみよう。こんばんは。料理もなんか、え、めっちゃ美味しかったの。そう、握手、握手、握手カフェだっけ、握手なカフェ、折り鶴タワーの下にあるカフェ屋さんで、ランチ屋さん、ランチカフェ、ランチメニューもあって、初めて行きました。ソラハさんが教えてくれたところ。美味しかった。カキフライ、うん、美味しかった。久しぶりに食べた柿。と、今度は陶芸教室に、陶芸教室陶芸教室に行こうか。いろんなもの作る、みんなで。陶芸でもちょっと気になるな。こんばんは。ね、確かにアイドルにぴったりな名前だね。めっちゃ素敵な場所だったよ、握手カフェ。こんばんは。あ、また行きたいです。嬉しい、また行きたい。美味しかったです。また行きたい。こんばんは。え、可愛いよねこれね。最近この夏ハマってる服装。美味しかった、めっちゃ。うん、大粒だった。そう、普通のカフェだよ。お名前が握手カフェだっけ。普通のカフェです。握手会はできん。そんなカフェじゃない。バンジャラモンスターさん、金色のマイクありがとう。めっちゃおしゃれなカフェ。うん、あ、カラーズミセスのプロデュース、え、嬉しい、ありがとうね。
赤コーデ、赤コーデちゃんと、赤コーデ嬉しい。めっちゃ美味しかった。うん。あとめっちゃ食べたんですよ。いろんなもの。なんかその後メロンソーダも飲んで、ソラハさんとキャンドル作りに行く前にメロンソーダ飲んでキャンドル作っていちご飴食べてでワッフル食べました。ワッフル食べた。美味しかったワッフル。